そして最近は子供たちが権威を尊重せず、ビデオゲームに明け暮れポテトチップスを食べる様子を教えてくれた。尊敬も規律もなし。私は彼らに不平を言うのをやめるように言った。私は人生において先祖のビジョンを探してきた。そしてついに、はあ、瞑想するのにとてもいい環境であることを発見した。しかし私は誓ってもいい、そのバカなクマは普通最初にそこに着く。それは私のせいではない。クマは早く目を覚ます。本質的にだ。私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが。誰かいないか。私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。彼は冬眠していると思うし、とにかく池が凍りついているので誰かが気にする。私はちょうど氷の上に横になり、私の下で凍った魚を見つめている。凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう。深いものに集中するようになるからだ。